まりさ、懸賞刻むメルで何歯が立たないわ。最後の追加モンスターだからとソロで挑んでいるのは関心だが、大丈夫か？もしかして、昨夜から徹夜していたんじゃないか？徹夜して挑んでいたんだけど、全然勝てないのよ。もう、このクエストを放棄して私のサンブレイクは終わりにしようかしら。おいおい、懸賞刻むメルゼナは確かに強いが、こいつを倒さない限り、サンブレイクの本当のエンディングは見られないと思うぜ。そんな内容があるの。でも、さすがに疲れてきてしまったわ。じゃあ今回は、そんな霊夢のために、懸賞刻むメルゼナの強さと演出や設定の厚さについて語っていこうじゃないか。私の話を聞けば攻略のヒントになるかもしれないし、やらずにはいられなくなるぜ。むむ、攻略を諦める前に聞いておこうかしら。まずは懸賞刻むメルゼナについて軽く説明しておこうか。これまで見てきたメルゼナとだいぶ違うけど、どういう変化があったのかしら？これまで戦ってきたメルゼナはキュリアと共生した後の姿であって、懸賞刻むメルゼナが、本来のメルゼナなんだ。その翼は白銀の盾のようになっていて、これまで遭遇してきたメルゼナと違って、白銀の騎士を思わせる見た目だな。特殊個体と通常の個体の立ち位置が楽になっているのは面白いわね。なんというか、悪いモンスターって感じがしなくなってるわ。キュリアがいなくなるだけでこうまで印象が変わるのもびっくりだよな。大域参考として恐れられていた存在とは思えないわね。でも、懸賞刻むメルゼナって、キュリアも使ってなかった？刺激する能力は持っていて、戦闘中はキュリアの影響によって、合計で3段階の形態変化をするぜ。目まぐるしく状態が変わっていたわね。ああ、最初の状態と通常個体に近い血気覚醒状態、そして血気劣行状態があり、これは時間経過によってループするようになっているんだ。やけに状態変化しまくると思ったら、時間経過だったのね。そして体力を一定以下まで削ると、最終形態の血気灼熱状態に移行するぜ。なんというか、通常個体よりもキュリアを使いこなしてる感じがするわね。だが、懸賞刻むメルゼナはキュリアの侵食を拒んでもいるんだ。そのあたりの内容は後にして、とりあえずはその強さについて話していくぞ。そうね、私もボッコボコにされているし、参考のためにも懸賞刻むメルゼナの強さについても聞きたいわ。さて、いよいよ本題の一つである、懸賞刻むメルゼナの強さについて話していこう。現在進行形で体感しているけど、めちゃくちゃ強くないかしら。個人的な感想ではあるが、懸賞刻むメルゼナはサンブレイク最強格だと思うぜ。さすがは、最終アップデートに追加されたモンスターだと言わざるを得ないな。初見でクリアできた人がいたら、誇っていいと思うぞ。私は初見クリアなんて夢のまた夢だったわ。まあ、私も初見ではクリアできなかったぜ。その強さはネットでも話題になっているほどだ。私だけがめちゃくちゃ苦戦してるわけじゃないって分かってほっとしたわ。当然だが、懸賞刻むメルゼナの体力は通常個体よりも高いぜ。しかも、隙がかなり少なくて攻撃のチャンスをつかみにくいから、体感的には、かなり倒すのに時間がかかると感じるだろうな。そうそう、なんか攻撃できるチャンスが少ないのよね。そこが懸賞刻むメルゼナの強さなのかしら？理由の一つではあるな。だが、具体的な理由はまだ他にもあるぜ。聞かせてちょうだい。まず一つは、ハンターを殺しにかかってきているような攻撃が多いことだ。殺しにかかってきている？どんなに強いモンスターでも、大体は温情を感じられる要素があるもんだが、懸賞刻むメルゼナには、その要素がかなり少ないんだ。攻撃の随所に、ハンターを確実に仕留めにかかる意図を感じるくらいだぜ。私はどんな攻撃でも仕留められてしまうけど、具体的にはどんな？じゃあ、凶悪な攻撃をいくつかピックアップしていくぞ。まず、シールドチャージからの尻尾突き刺しのコンボ攻撃だな。あれね。これは通常のメルゼナにはない攻撃で、範囲が広く叩きつけ判定のある翼攻撃で確実にダウンさせられた後に、とどめの尻尾攻撃が飛んでくるという内容だな。翼攻撃を受けた時にかけり虫がない状態だと確実に尻尾攻撃を受けてしまうぜ。私はかけり虫があったのに逃げ遅れて落ちたわ。この攻撃は最初の形態からずっと使ってくるから、初見殺し要素でもあるな。次に凶悪なのは、キュリアを刺激し出してから使うキュリアファンネルだ。ファンネル？風圧を発生させた後にキュリア弾を4つ出して、時間差で飛ばしてくる攻撃だな。こいつはガード可能な攻撃なんだが1つ当たり3回の多弾ヒット仕様でな。半端な状態でガードしてしまうと削り殺されてしまうんだ。ガード武器絶対殺すまんな攻撃なのね。下手に受けないように気をつけないといけないわ。次もガード武器を絶対に殺すタイプの攻撃で、名付けるならキュリアビームだ。あの、ガンダムの戦艦が撃ちそうな4連ビームよね。この攻撃は予備動作がかなり短い上に、なんとガードが不可能な攻撃なんだ。ガード強化をつけていても無意味だぜ。じゃあ逃げるしかないのね。そうなんだが、4本が同時に発射されるという点が厄介なんだ。1本1本はそこまで太くないんだが、4本を同時発射してくるから、とにかく横の範囲が広いんだぜ。これと予備動作の短さが重なり、回避が間に合わないことが多い。
予備動作を覚えて、すぐに逃げられるようにしておくしかないわね。さらに、血気劣行状態の必殺技級の攻撃も凶悪だぜ。あのテオテスカトルのスーパーノバの、竜属性版みたいな攻撃もするんだ。あれよね、事前に地面を這うような攻撃をたくさん打って、最後に爆発するやつよね。ああ、しかも最後の大爆発はハンターの近くに瞬間移動してから行うんだ。瞬間移動カメハメハみたいだわ。これを初見で回避できた人は本当に少ないと思うぜ。私は初見でなくても散々被弾しまくったわ。爆発前のキュリア弾などの攻撃は走って避けるしかないんだが、下手をするとこの時点で受け身と被弾の連続で落ちてしまうぜ。大爆発以前に落ちることもあるわよね。でも、どう避けるのがいいのかしら。キュリア弾などの攻撃はどうにか走って回避して、最後の爆発のために瞬間移動してきたことを確認した段階で緊急回避するんだ。そうすれば避けられるのね。ミスったり、地形の影響で避け損なったら終わりだけどな。ちなみにこの攻撃は現象刻むメルゼナにも負担が大きいらしく、爆発の後は力なく墜落してしまうぜ。回避に成功したら攻撃のチャンスになるのかしら。まあ、数少ない隙のできる行動ではあるな。だが、変に攻撃を意識するよりは徹底的に回避した方がいいと思うぜ。そうね。そうするわ。大技も紹介したし、これで厄介な攻撃は終わりかしら。いや、最終形態の血気灼熱状態で繰り出す攻撃も凶悪だから最後に紹介するぜ。特に名前らしい名前も付けられないが、11連コンボとでも呼ぶことにしようかな。11連コンボって、格ゲーの話かしら。れっきとしたモンハンの話で、最終形態では怒涛の連続攻撃をしてくるんだ。さっき話したファンネルやビーム砲、翼による薙払いなどなど、11回にも及ぶ超連続攻撃でハンターを殺しにかかってくるんだぜ。現象刻むメルゼナの攻撃の詰め合わせって感じね。ああ、あまりの連続攻撃に、反撃は愚かカウンターも難しい大惨事になるから、おとなしく回避に徹するのが無難だな。こんなの続けられたら、余計に攻撃できなくなるじゃない。ずっとメルゼナのターン状態で時間切れを迎えたりしないかしら。さっきも言ったように、現象刻むメルゼナはキュリアを刺激しながらも、同時にキュリアを拒んでいる部分もあるんだ。血気灼熱状態の11連コンボの後に、キュリアに抵抗して苦しみ出すんだぜ。気の毒ではあるが、この時間がハンター側の攻撃のチャンスになっている。猛攻をしのいでから、隙を見て攻撃するってことなのね。血気灼熱状態に到達すらしてないんだけど、こんなの私にできるかしら。そこは攻撃に慣れていくしかないな。ただ、他のモンスターと戦う時のような攻めの気持ちで行くのはやめた方がいい。怪異克服バルファルクの動画でも言ったが、まずは時間がかかってもいいから生存第一だぜ。11連コンボに至っては、フロンティアの極みモンスター並みの暴れっぷりだからな。そうね。さて、次の現象刻むメルゼナが強い理由だが、豪傑やられの時間が短いことだな。時間が短い？現象刻むメルゼナの豪傑やられは、通常個体よりも効果時間が短いんだ。豪傑やられのコンセプトである、攻撃による生命力の駆け引きはほぼできないぜ。じゃあ、攻撃による回復は諦めて回復薬を飲んだ方がいいのね。豪傑やられ状態だと効果が低下するからあまり飲みたくないわ。もったいない気もするが、生存第一だぜ。だが、回復しても厄介な点はあるんだ。どういうこと？回復をするには時間がかかるわけだが、現象刻むメルゼナの、最終形態以外の形態変化は時間経過によって発生するんだ。じゃあ、回復している間に勝手に強化されていくの？うかうかしていると、キュリアを使った猛攻にさらされることになるんだ。安全に行こうとすると、逆に危険になるという罠があるんだぜ。大技の大爆発でリセットされはするけどな。恐ろしいわ。そして最後の理由は、全体を通して隙が少ないことだぜ。なんか、こっちがわたわたしているうちにずっとメルゼナのターンになるのよね。その通りで、基本的にはメルゼナのターンで戦闘が進んでいくんだ。だから、攻撃を開始して隙を狙うという戦法が取りにくく、時間がかかりがちだぜ。そうなると、形態移行と大技の回数が増えるのよね。ああ、だから素早くカウンター攻撃ができる武器を使うという理かもしれないな。あれをカウンターするのも怖いけど、考えておくわ。あ、お肉物とかを使えばいいんじゃない？血気灼熱状態中は妨害系のギミックが無効化されるが、それ以前なら有効だな。だが、現象刻むメルゼナのクエストでは他の大型モンスターがいないから、延々区を活用して総流に持ち込むようなことはできないぜ。何にせよ、ガチンコで殴り合う時間がかなり多くなるわけだな。これまでみたいに、他の大型モンスターを消しかける戦法ができないのね。最後の血気灼熱状態に至っては、完全なガチンコ勝負になるぜ。もっと弱い個体のクエストはないのかしら？もっと強い個体のクエストならあるぜ。塔の秘境で、現象刻むメルゼナの強化個体と戦うクエストだ。この個体は攻撃力がさらに上昇している上に、血気灼熱状態に移行するダメージ量が通常よりも少なくてな。そのため血気灼熱状態の猛攻を、血戦場型のエリアで裁き続ける供養になるぜ。完全に殺しに来ているわね。装備を作りたいけど、かなり遠い道のりになりそうだわ。
さらにハンターを苦しめるのは、装備を作るのに必要な銀鉱の盾翼だな。この素材は翼の部位破壊で手に入るんだが、物欲センサー次第では苦戦するぜ。物欲センサーすらハンターを殺しに来るの。せめて、部位破壊は簡単であってほしいわ。翼の耐久値は低めだから、意識して攻撃すれば壊せるぜ。だが、肉質が硬くてダメージ効率が悪いから、翼の破壊を狙うと戦闘時間が伸びて苦戦につながりがちだ。それで素材が出なかったら頭を抱えてしまうわ。現象刻むメルゼナ。いろんな方面からハンターを殺しに来ているわね。だが、ゲームの集大成にふさわしい性能の装備だから、ぜひ作ることをおすすめするぜ。まず私は、通常のクエストに成功することを目指すわ。さて、ここからは現象刻むメルゼナの演出や設定の厚さを語っていこうか。必死すぎて味わえてないけど、熱い部分もたくさんあるのよね。まず、キュリアの段階的な侵食と、形態変化時の演出だな。さっきも言ったように現象刻むメルゼナはキュリアを使うが拒んでもいて、形態変化時の演出がやたらと細かいんだ。厄介な大爆発の後のダウンや血気色熱状態の苦しむ姿など、これまでのモンスターにはなかった演出が盛り込まれているんだぜ。私はまだ味わえていないけど、それは熱いわね。そして極めつけは、クエストクリア後の演出だな。クエストをクリアすると、現象刻むメルゼナは14番のエリアに移動するんだ。あら、その場で力尽きて剥ぎ取りって感じじゃないのね。現象刻むメルゼナを追いかけると、イベントムービーが流れるぜ。そのムービーでは、現象刻むメルゼナがキュリアと戦っているんだ。この時のメルゼナは、主人公やフィオレーネに目もくれないぜ。現象刻むメルゼナの敵はキュリア？フィオレーネもそれを察知したのか、討伐対象をキュリアに変更するんだ。固有であるメルゼナとハンターたちの共闘となったわけだな。それは歴史的瞬間だわ。そして、キュリアを倒した後、現象刻むメルゼナは、主人公とフィオレーネを見て小さく泣くと、その場から飛び立つぜ。その泣き声は、お礼だったりするのかしら？かもしれないな。そして、サンブレイクのタイトルの通りの朝日の中、メルゼナは飛び去っていくんだ。フィオレーネはこのことを、王国に安寧の炎をもたらす騎士の帰還と称して涙を流すぜ。メルゼナは本来、敵ではなかったのね。王国に残る伝承はガイアデルムを超えるメルゼナの脅威ではなく、ガイアデルムと戦ったメルゼナの勇姿を描き、称えたという内容だったんだ。王国にとって、メルゼナは救世主だったわけね。だが、メルゼナは王国の味方というわけではないぜ。キュリアの殲滅のために戦っていたことは事実だが、王国にも被害をもたらしたからな。なるほど。縄張りを守る行為が王国を守ることに繋がっていたという真実は見事だったな。人類や環境に大きな影響を与えるという固有の性質らしい種明かしだったぜ。確かに、モンハン世界の自然の雄大さを感じさせるわね。マリサ、そういえばなんだけど。どうかしたか？ PV でガイアデルムの方向に反応するようなシーンがあったけど、そこはどうなったの？飛行するキュリアと、遠くから響くガイアデルムの方向のシーンだな。このシーンはガイアデルムも原初の姿で登場するという匂わせにも取られていたぜ。でも、ガイアデルムの別の個体なんて登場していないわよね。ああ、だからあの方向は再戦クエストの悪魔の再来の個体なんだと、納得するしかないな。ガイアデルムに関しては、完全な悪役に収まった上に強化個体もなしというオチだぜ。ガイアデルムが、急に気の毒な存在に思えてきたわね。さて、サンブレイクのフィナーレを飾ったモンスター、現象刻むメルゼナについての話は以上だぜ。最後の追加モンスターらしい強さと、胸が熱くなる演出を兼ね備えたようモンスターだったな。そうね、サンブレイクに残っていた謎がしっかり解けた感じがするわ。現象刻むメルゼナのかっこよさに、改めて痺れたわ。霊夢はまず、その感動をゲーム内で味わうために頑張らないとな。そうね、絶対にソロで倒して感動を味わってみせるわ。だがまず、霊夢は睡眠時間を取った方がいいぞ。そうね、寝不足じゃ勝てるものも勝てなくなってしまうわ。現象刻むメルゼナの強さ、演出や設定の厚さに心動かされた人は高評価を。モンハン研究所はまだまだ続くから、チャンネル登録もしていってね。現象刻むメルゼナについて、みんなもコメント欄で大いに語ってくれよな。ご視聴、ありがとうございました。いつもコメント、高評価ありがとうな。これからも、モンハンに関する動画を投稿していくので、よかったら他の動画も見ていってね。